第2回伊崎底辺ボーリング大会、はい、はい、メンバーはテスト、はい、テストです、はい、そして第1回目に出演してくれた小平です。小平です、よろしくお願いします。テスト、腕前はどうなんですか。腕前のほどなかなか、あの、掃除は得意です。あ、もう、本当ですか。はい、掃除が得意です。水掃除が掃除が得意です。その辺は、まあ、大体まあ、そうです。第1回が1回ありました。笑えない感じの下手さ。え、2人とも、うん、そうですね。中の、中の下みたいな、うん、はい、なんとも言えないから、いい勝負ができるんじゃないかな、なんじゃないかなみたいな感じですけど、まあ、じゃあ分けた方にも、はい、まあ、とあるゲームをやってもらおうかなみたいな感じで、はい、あ、分かりました。はい、はい、なんでね、はい、第2回伊崎底辺ボーリング大会、はい、張り切っていきましょうか。はい、はい、じゃあまずは第1投目、浩平君から、はい、いきます。はい、はい、はい、上手になってる。勝負は2投目から。さあ、ひざきさん。おぉ、うわ、いったー、やばい、よし、ストライクです。まあ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 、まあ、スペア出したいかな。ちょっとね、第1回よりちょっとレベルがかなり上がってるんじゃないですか、みんな。あー、あ、やばい。
しますします。あやった。あまだできる言うてませんでしたっけ。まあ、おおやばい。これ上手だな。やばいことだよ。心臓がバクバク言ってんだよ。惜しい。なんですけど。上手俺。やばい。あ惜しい。惜しいよ。あやばい。もったいない。あおー、いい。おー、すげえ。すごい。ちょっとみんな上手いんだけど。1回目とは全然違う。まあ、やったー。まあ、まあ、まあ。聞いてたスコアと違うんだけど。なんでやねん。これ突き放したいと思います。先輩たちは。まあまあスピア狙いで。ピンチ。いや、どうなんですよ。本気のピンチなんだけど。やばい。やべえよ。おかしいよ。聞いてたのと違うよ。みんな。確かに。みんなでこの数字行く予定だったんちゃう。ブラインミストで。あ、こういう発射。やばい。あと3回。ああ悪くないでしょ。よし、諦めずに頑張ります。ナオコは
ター寄りすぎた。あれ ?111。おかしいな。これ11じゃないの。帰ってきますね。行きます。お願いします。キングモンスターが数人帰ってきた。マッチマンフラッシュ。おー。惜しい。惜しい。なんか惜しい。上手。選手の皆さん、超高級な方の子は、どこからでも上がっていこうと次に。やっとこの辺すごいね。さあ9投目ですね。よし、行きます。お願いします。やばやばやるもうやばいな、押されたな。多分さっきのストライクで日崎さんに押されたんで、ちょっと負けないようにいきたいと思います。はい、そうそうそう、これこれこれで、ね、もう一回投げれるでしょ、最後。 OK。 まあ、これで負けないでしょ。はい、成長した姿を、はい、はい、見せられたかな。最後まで、はい、力を出し切ることが美しいんですよ。今日のオートロー行きます。見せてください。結構余裕っぽい。うわー、すげー。今の完璧まぐれ。どうしたんすか。やばやばい。そしてもう一つ決める、ここで決める男っていうのはね、一応ありますよ。まあ最後です。最後決めるんですよ。やっぱり疲れが見えてた。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ピンタすごい。第2回氷に対して平の3回結果は、はい、1位日差し、よーい、すげえ、いいよ、オーケー。はい、どうもありがとうございます。大変ぶっちぎりです。イエーイ。まあやる言ってませんでした。まあそう、まあ、掃除が得意だよ。掃除が得意だ。会員に言いますか、うん、前半は良かったんですよ。スペアも取ってるし、ストライクに乗ってます。取ってた。6投目くらいから疲れが出て、はい、違う、
疲れるのが早い。ただの疲れ。はい、では、第2回ね、宇崎ボーリング大会、はい、この結果に終わりました。はい、なんか成長してきた。いや、成長してますよね。ね、いや、だって、はい、最近、はい、聞いてた話って違うの。単純に面白かった。いや、楽しかったですね。まあ、じゃあこの後ね、まあ、バスケージではないですけど、はい、やってもらおうかなっていう感じのことがあるんで、はい、はい、じゃあちょっと、はい、覚悟して、はい、行きます。じゃあ今日は最後にそれを見てね、お別れっていう感じで、はい、また次回、こういうボールとか、いろんな企画やっていこうと思うのでよろしくお願いします。はい、よかったら登録、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、さよなら。ダンスがそんなうまいとはみたいな。イエーイ、はい、ありがとうございます。